次に高野久成議員の質問を許可します。はい、高野議員。いっぱい質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。それでは通告に従いまして質問をさせていただきます。まずはじめに長尾駅周辺の道路計画についてお伺いをいたします。現在長尾地域周辺の都市計画道路は都市計画道路牧野長尾線が平成32年度全線開通に向けて順調に工事が進められております。また不動片野久美山線の道路整備においては本年度中の完成を目指して目指すことを聞いております。このように地域の道路網が整備されますと地域の発展そして渋滞解消にもつながると考えます。今年度は都市計画道路仮称長尾杉線を都市計画決定し整備を進めるとの報告を受けました。長尾杉線は国道307号の渋滞解消には効果があり早期完成を望むものであります。さて長尾杉線は国道307号の現在整備を進めている牧野長尾線までの区間を都市計画決定するものでありますが、その先長尾駅までの区間はすでに長尾東通り線として都市計画決定されております。地域の発展や町づくりそして利便性の向上を考えるならこの長尾東通り線についても整備を進めるべきと考えますが整備の予定についてお伺いをいたします。次に枚方市駅周辺再整備の取り組みについてお伺いをいたします。先の建設環境委員協議会において市駅周辺再整備を促進するためさまざまな主体の連携を強化したいとされ本市と京阪総通との三者協定また商工会議所を中心とした枚方市駅周辺活性化協議会について報告されました。市駅周辺の再生にとって民間活力の導入が肝要であることは十分に承知していますがその上で私はかねてから地域の声に寄り添いながらも行政の主体性を発揮し駅前広場等の都市基盤や再開発事業の区域を確定させるとともに容積率をはじめ土地利用規制を見直しそれらの都市計画の決定を急ぐべきであると主としてきました。そのことによって市の強い意思が民間事業者に伝わり民間の進出意欲が喚起できると考えてきたところです。市の方でも京阪所有地を含む外区について平成30年度の都市計画決定を目指すとされており、それは一定評価できますが、三者協定や活性化協議会が早期の都市計画決定にどのようにつながっていくのか、まずお伺いをいたします。次に空き家、空き地対策についてお伺いをいたします。適切に管理されていない、空き家の増加が社会問題となっている中で平成27年、5月に空き家対策の推進に関する、特別措置法が全面、施行されました。さらに空き家と同様に管理不良が社会問題となっている空き地について市独自の制度の条例化に向けて取り組むと聞いていますが法や市の独自条例ではどのような空き家空き地が
措置の対象になるのか、お伺いをいたします。次にゴミのバイオガス化についてお伺いいたします。平成35年度の稼働を目指す新ゴミ処理施設は、ストーカー式の焼却処理を行う施設として、現在整備が進められています。私も今年の7月から枚方京田辺環境施設組合の組合議会議員の一人として事業の実施状況を見守っているところです。ゴミ処理の省と しましては、焼却処理方式のほか、ガス化溶融処理方式やバイオガス化方式などの手法があり、中でも生ゴミ等をメタン発酵させバイオガスを回収し発電などに利用する方法は、化石燃料使用量の抑制を、推進する有意義な技術の一つとして位置づけられております。廃棄物の 4R の推進や温室効果ガスの排出抑制に大きく寄与することが期待されているものです。また平成14年、10月には自治体、事業者、学識経験者が関係者によりバイオガス事業推進協議会が設置され、平成21年9月にはバイオガス活用推進基本法が施行、平成22年12月にはバイオガス活用推進基本法が閣議決定されるなど、生ごみを含む廃棄物系バイオガスの活用の促進が国を挙げて取り組まれているところです。現在のところバイオガス化する方式は全国には新潟県長岡市や山口県防府市、そして京都府では南丹市などの一部の自治体としか自治体でしか採用されていませんが、将来の有望なごみ処理技術として確立されることも考えられます。生ごみを含む廃棄物系バイオガスの活用につきましては、将来的な活用も視野に入れた調査研究を行っていただきたいと思いますが、枚方市ではその活用の可能性について現時点でどのように考えておられるのかお伺いをいたしまして、1回目の質問を終わらせていただきます。都市整備部長。はい。都市整備部に係るご質問に順次お答えいたします。まず長尾駅周辺の道路計画についてでございますが、都市計画道路長尾東通り線につきましては、長尾駅東側の駅前広場を含む路線として平成13年3月に都市計画決定しております。平成25年に実施いたしました都市計画道路の一斉見直しにおきましても、当該路線は駅に直結する路線として交通処理機能が高いことから存続路線となっておりますが、その整備予定については現在未定であり、財政状況等も勘案しながら整備着手時期を見極めたいと考えております。次に枚方市駅周辺再整備の取り組みについてお答えいたします。三者協定では再整備の先導的役割が期待される主要地権者と行政により、都市計画決定案の基礎的条件などより実現性の高いプランを検討することとしており、その中で実現可能な再整備案が定まればその内容を枚方市駅周辺活性化協議会で説明し、エリアマネジメントの観点から助言をいただきながら平成30年度の都市計画決定を目指すこととしております。坂本環境部長。まず3、空き家空き地対策についてお答えします。法では空き地等とは居住その他の使用がなされていないことが状態であるものと定義されており、
国の指針では、おおむね年間を通じて建築物等の使用実績がないことが一つの基準であるとされています。また、法の対象とならない建築物がなく、使用実態のない宅地などの空き地や長屋のうち一部が使用されていない空き長屋について、市独自の制度の対象とすることを考えています。この空き地、空き家空き地などのうち適切に管理が行われず、地域住民の生活に悪影響を及ぼすものについては、勧告や命令などの措置の対象となります。次に4、ゴミのバイオガス化についてお答えします。現在、平成35年度の稼働を目指し、枚方京田辺環境施設組合において、新ゴミ処理施設の整備を進めているところです。廃棄物系バイオマスの活用については、新ゴミ処理施設のゴミ処理方式を決める手続きにおいて、枚方市廃棄物減量等推進審議会でも検討を進めていただき、現時点ではストーカー式による焼却システムが最も妥当な技術と考えされるとされ、昨年度策定いたしましたゴミ処理基本整備基本計画で定めました。しかしながら廃棄物系バイオマスの活用は将来のゴミ処理の手法の一つとなり得る可能性があることから、今後のゴミ処理技術の最新の動向等を見極めてまいります。高野議員、はい、それぞれご答弁ありがとうございました。それでは2回目の質問に、質問を行います。まず長屋周辺の道路計画について、お尋ねをいたします。整備時期については見極めるとのことですが、都市計画の位置には課題があると考えます。その課題の一つとして現在の都市計画道路の位置は牧野長尾線から長尾駅までの行き止まり道路であり、JR を挟んで東西の交通の流れが図れない状態にあります。加えて計画道路両側は河川と墓地に囲まれており、沿道の土地利用ができない計画となっております。都市計画決定を行う際には計画道路周辺のまちづくりや利便性を考慮していただいて計画決定をしなければならないと考えますが、この位置に道路計画を行った理由についてお伺いをいたします。島田都市整備部長。はい。JR 長尾駅周辺の駅前広場につきましては、駅前広場を東西に配置し、それぞれに交通結節機能を整備するものでございます。ご指摘の長尾東通り線は牧野長尾線から長尾駅までのアクセス道路として計画しております。その計画の位置につきましては、駅前広場への通過交通を排除すること、高低差のある地形において道路勾配を基準値内とすること、交差点の安全性や隣接する八田川の河川断面を確保する観点などから現在の都市計画の位置となっております。なお JR を挟んだ東西交通の流れについては、現在整備中の牧野長尾線により確保できるものと考えております。高野議員。はい、ありがとうございます。3回目の質問ですが、現在の都市計画道路の位置については、地形条件や安全性に基づいて考えられたとのことですが、現在の長尾駅周辺は市街化調整区域が広がっているものの、長尾駅西側の駅前広場が整備され、歩道の拡幅工事も進んでおります。また牧野長尾線においては平成32年度に完成予定、仮称長尾杉線も都市計画決定されるなど、地域のポテンシャルは確実に向上すると思われます。長尾東通り線を整備するのであれば、鉄道駅に近い利便性を加味して沿道の土地利用の活性化を視野に入れた道路ネットワークとなるよう、都市計画の見直しが
必要と考えますが、この件ではちょっと小山副市長にご答弁をお願いいたします。小山副市長。はい。都市計画につきましては、社会経済情勢や都市構造の変化に応じて必要が生じた場合に適宜見直しを行うものとされております。長尾駅の周辺につきましては市街化調整区域が広がっておりますが、地域のまちづくりの計画の機運の高まりなど周辺土地利用の動向を踏まえながら、枚方市道路構造条例の基準や経済性とも失礼しました、経済性等も勘案して見直しの必要性について検証をしてまいります。高野委員。はい、ありがとうございます。それでは次の枚方市駅周辺再整備の取り組みについて2回目の質問をさせていただきます。市駅周辺再整備に関しては、昨年度建設常任委員会の所管事務調査 にも挙げられ、市の基本的な考え方を聞き、民間からの意見聴取も行ってきました。やはり市が主導的な役割を果たすことが再整備の鍵になると改めて思いを強くしているところでございます。そこで次の質問ですが、三者協定案の第4条2項には、協議が整わないときは、この協議を執行する、こう規定されております。この事項の解釈の仕方によっては、つまり、民間活力の導入が関与としながら、民間の業者からすると私どもの提案を受け入れと、そして受け入れることができなかったらこの事業に対しては協力できないと、このようにも解釈できますので、そうすることによってまた市はこれを受け入れなければならないという状況にもなりかねない。そうするとこの協定は何であったのか、民間の指導のための協定なのか、そして民間指導の利益誘導のための協定書になってしまうのではないか、そのような無責任な協定では平成30年度の都市計画決定に向けた真の連携にならないと考えますが、その協定の趣旨をお伺いをいたします。また活性化協議会についてメンバー構成も含め、北大阪商工会議所が主体となって進められるようであるが、三者協定と活性化協議会の具体的な到達目標も含めてご答弁をお願いをいたします。島田都市整備部長。はい。三者協定につきましては、枚方市駅周辺再整備に必要な都市計画について検討を行うもので、それをもとに本市の責任において都市計画案を作成しようというものでございます。協定の執行規定は状況の変化等により協定の継続が困難となった場合を想定したものでございます。次に三者協定と枚方市駅周辺活性化協議会の具体的な到達目標につきましては、三者協定では実現性の高い道路や再開発等の都市計画を検討し、平成30年度の都市計画決定を目指すもので、枚方市駅周辺活性化協議会では市駅周辺全体の都市の質を高めていくためのエリアマネジメントの導入とその組織の立ち上げを目指すものでございます。高野議員。はい。それでは3回目の質問をさせていただきます。再度の質問になりますが、市は地域を活性化するためのさまざまな都市計画決定権限を有しており、その権限を効果的に行使しない限り、市駅周辺の再生にも早期に進まないのではないでしょうか。その一方で、都市計画決定はその
対象となった土地の利活用等に一定の制限を課すものですので、地権者の理解と協力が不可欠であり、市ではそういった認識のもとに一旦5つの街区に分けて、地権者との合意形成を求められてきたと思います。現在の合意形成状況についてお聞きします。合わせて5つの街区での取り組みを三者協定活性化協議会との連携についてもご答弁をお願いいたします。島田都市政務長。各街区の地権者等との合意形成の状況でございますが、旧三越が含まれる街区につきましては平成26年より地元権利者等と意見交換を行っておりますが、地権者間に温度差もあり、地元検討組織の設立には至っておりません。枚方サンプラザビルが含まれる街区のうち、サンプラザ1号館につきましては、平成26年に区分所有者等による検討組織が立ち上げられましたが、建て替え等の方針決定までには至っておりません。なおサンプラザ3号館につきましては当面リニューアルを行いながら既存ビルを活用するという方針が出されております。次に観光庁団地が含まれる街区および風光社住宅、京阪電鉄枚方事務所が含まれる枚方市駅東地区につきましては、それぞれの検討組織において市街地再開発事業の事業化に向けた検討を進めているところでございます。今後三者協定や活性化協議会での議論も踏まえながら地元権利者等への働きかけを強めることにより枚方市駅周辺再整備の早期具体化に取り組んでまいります。中野議員。はい、ありがとうございます。それでは要望させていただきます。本年4月に市が公表した枚方駅周辺再整備の実現に向けてと題した資料では多くの土地建物が再編されていますが、再編される地権者の中には市の取り組みに参画していない方もおられ、都市計画決定に必要な地元対応はまだまだの感があります。三者協定や活性化協議会による官民連携の取り組みもいいのですが、再開発等の都市計画の決定に向け最も連携を深めなければならないのは、地元地権者であることを念頭に入れて、しっかりと取り組んでいただきたいことを要望しておきます。次に空き地、対策について、2回目の質問をさせていただきます。どのような空き地が措置の対象となるのか分かりました。こうした適切に管理されていない空き家空き地に関する市民からの相談は年々増加しています。市ではそれぞれの分野に対して対応した相談窓口をホームページなどを通して周知していますが、相談内容は地域住民による建物の安全性や草木の繁茂など衛生面に関するもの、さらには所有者による利活用に関するものといった多岐にわたる内容であるため、やはり統一した相談窓口が必要ではないでしょうか。市の現在のお考えをお伺いをいたします。坂本環境部長。空き家等に関する相談窓口につきましては、これまで相談内容によって専門的な知識や対応が必要であることから、それぞれの分野に応じた相談窓口を周知しておりますが、これまでの相談内容等を踏まえ市民にとって分かりやすい相談窓口となるよう検討してまいります。中野議員。はい、ありがとうございます。最後の質問をさせていただきます。市民にとって相談しやすい窓口となるよう、これはよろしくお願いを申し上げておきます。空き家については、
管理状態の改善だけではなく、空き家を撤去した跡地や空き家自体を子育て支援や福祉などの施設に活用していくなど、積極的に利活用することが利用することが空き家対策問題の解決解消になるとなることが重要だと思いますが、市としてどのように取り組みを進めていこうと考えておられるのか、お伺いをいたします。島田俊一部長。はい。空き家等の利活用の取り組みにつきましては、策定を進めております空き家等対策計画の中で、地域住民や学識経験者等で構成された枚方市空き家等対策協議会からもご意見を頂戴しながら、有効な施策について検討を進めてまいります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これにて高野久典議員の質問を終結します。